はい、今日はなんとお砂糖なし、オイルなしのとってもヘルシーなレシピをご紹介します。ノンオイル、ノンシュガーのアップルケーキ、しかもフライパンで作ります。結構ね、自分ではいい感じのレシピができたんじゃないかなと思って満足してるんですね。ダイエットに本当に最適なレシピです。で、甘さは本当にリンゴの自然の甘さとレーズンの甘さだけなので、もしも食べてみて甘さが物足りないなと思うようであれば、蜂蜜をかけて食べれば美味しく召し上がれると思います。それでもお砂糖を使って作ったケーキよりもずっとヘルシーだと思うので、ぜひ一度お試しください。それでは始めます。で、材料はまた概要欄に全部書いておきますので、後でご参照ください。今回は私、この小さめのリンゴなので、リンゴを3個使うんですけど、大きめのリンゴであれば、2個で十分かと思います。このリンゴ、小さめのリンゴ3個と卵1個と、レーズン、これ適量でいいんですけど、これは 40g ぐらいありました。これあらかじめ水につけておきました。ふやかしておきました。そしてあと小麦粉とヨーグルト、それからシナモンのパウダーを入れたいと思います。それでは材料を入れていきます。まず卵を1個ここに割って、でここにヨーグルトを 120g 入れます。ヨーグルト 120g、 でここに薄力粉を 90g、 心配な方はここはふるってください。で、私は割と薄力粉はふるわないで入れてしまうことが多いです。そしてベーキングパウダーが 9g、これをかき混ぜます。もう本当にこれで生地はね、出来上がりなんですね。まあ、これホットケーキミックスで割ってもいいかもしれないですね。でもホットケーキミックスはお砂糖が入っているので、この方法だと本当にヨーグルトと卵と小麦粉だけなので、でここに今から切ったリンゴとレーズンを入れます。で、今回私リンゴ全部ね、皮ごと入れたいと思います。なんですけど、リンゴの農薬が心配な場合は皮は剥いてから切ってください。このリンゴを適当に角切りにしていきます。本当、農薬の問題さえなければリンゴは皮ごと食べる方がずっと健康にいいので、まあ本当によく洗えば皮ごと食べても大丈夫かもしれないんですけど、そのあたりは個人の判断でお願いします。これをどんどんこの中に入れていきます。あ、ちょっと2個で十分かな。入れようかと思ったんですけど、この材料に対しては2個ぐらいで十分なようなので2個でやめておきます。なのでリンゴ3個並行して2個に変更します。レーズン水につけてあったのですけど、水切ってきます。で、これもこの中に追加します。それからシナモンパウダーも適量この中に追加します。これでヘラに持ち替えて混ぜます。
小さめのリンゴ2個で大丈夫だったので、大きめのリンゴの場合は1個半ぐらいでいいかな。まあ、このぐらい、だいたいこの、なんていうのかな、生地がリンゴにまとわりつくぐらいの量で調節してください。で、レーズンもまんべんなく混ぜたら、これをもうフライパンに直接入れていきます。これ26センチのフライパンなんですけど、これまだ新しいので、まあ多分くっつかないだろうということで直接入れるんですけど、心配な方はここにオーブンシートを敷いてやってください。できればこのようにちょっと厚めのフライパンでやった方が、くっつきづらいと焦げづらいと思います。これを直接この中に入れます。で、平らにならします。で、これで準備 OK。 本当に準備簡単ですよね。だいたい平らにならして、で、これから火をつけていきます。あ、それからお塩一つまみ入れるの忘れちゃったんですけど、 お塩一つまみ入れた方が美味しいかと思います。ちょっと私忘れちゃったので、このさらに上からちょっとだけ追加して、ちょっと本当に邪道なんですけど、ちょっと上から追加しました。お菓子にちょっとだけ塩気があると美味しいので、皆さんは忘れないように塩一つまみ材料の中に混ぜ込んでください。それでは火をつけます。最初強火にして、フライパンが温まったら弱火にします。で、かなり弱火にして蓋をします。1分ぐらいでフライパンを温めたら、ごく弱火にして、で、これで蓋をして、まあ、多分20分ぐらいだと思うんですけど、まあ、15分ぐらい経ったら様子を見に来て表面を開けてみて、表面が乾いていたらひっくり返します。ということで弱火でしばらく加熱します。このような感じで表面が乾いているので、そろそろひっくり返し時かなと思います。ということで、ちょっと、まあ、ちょうどいい感じに、それではこれひっくり返しますね。あとね、15分経たなかったですね。13分くらいで大丈夫でした。さらに火力を弱めて、あと5分から10分くらい加熱したいと思います。ちょっと8分くらい経ったところなんですけど、様子を見てみます。そろ大丈夫なようなので、まあ、ちょっと今9分経過したところなんですけど、お皿にひっくり返したいと思います。ということで火を止めます。クリストトロポビザンデクリストバデちょっと このフライパンを重いので主人にひっくり返してもらいます。はい、フライパンのアップルケーキ出来上がりです。ノンオイルノンシュガー出来上がりです。それではしばらく冷ましておきたいと思います。はい、それでは試食タイムです。主人にまず試食してもらいます。リンゴたっぷり入ってます。おいしい、おいしそう、おいしそう、おいしそう。ごめん、おいしい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 。È dolce abbastanza? Dolce abbastanza. Ah, non c'è bisogno di miele? No. Il miele sta bene.
母トロッコ。アロラフィート。Col miele più buono? Col miele è molto più buono, mi piace di più. Dai, io sono curioso. ちょっとまず何もかけないで味見したいと思います。うん、なんかね、シナモン入れてるのでアップルパイと同じ味がします。美味しいです。何もかけなくてもね、結構ね、美味しいですよ、本当に。どうも、はちみつ、はちみつかけてみます。これめっちゃ美味しい。はちみつをかけるとやっぱりすごくね、やっぱり変わりますね。美味しいです。でも何もかけなくても結構私は好きだな。なんか軽いのでね、どんどん食べれちゃうのがいいですよね。でも全部で、全部で小麦粉 90g しか入ってないので、炭水化物はすごく少なめなので、たくさん食べても全然気にならないと思います。おいしい。ということで、ダイエットにも最適なリンゴのパンケーキ、本当に簡単で美味しいので、ぜひやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。高評価ボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ